ジュリア・ロビンソン・ジュリア・ホール・ボーマン・ロビンソンはアメリカ合衆国の数学者。ミズーリ州セントルイス出身。カリフォルニア大学バークレー校に学び、1948年に同校で博士号を取得。1976年に全米科学アカデミー数学部門に初の女性会員として選出された。1982年には女性数学者協会が選出する。 エミーネーター記念講座の講師に選ばれている。翌1983年にマッカーサー財団のフェローシップを獲得。また同年から翌1984年まで女性として初めてアメリカ数学会会長を務めた。65歳の時、カリフォルニア州オークランドで白血病のため死去。業績としてはディオファントス方程式及び決定可能性についての ものが最もよく知られる。これは、ユーリー・マチャセビッチが、ヒルベルトのいわゆる第十問題に対して、否定的解決を行うための基礎の多くを提供したとされる。実際、ロビンソンがこの主題から脇道にそれたことはわずか2回しかない。第1は、数学的問題の実際的な決定可能性と、決定不能性についての学位論文である。第2はゲーム理論についてのもので、 仮想プレイが二人ゼロサムゲームにおいて今後、ナッシュ均衡戦略に収束することを証明した。1941年に、同じく数学者のラファエル・エム・ロビンソンと結婚。また、ジュリアの姉のコンスタンス・リードは、数学関係の電気作家として名高い。ありがとうございます。